こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、冬の季節、僕の大好きな曲でレミオロメンの粉雪を、解説していきたいと思います。最初のイントロなんですが、4小節ギターの、リフがありまして、同じフレーズで入ってくるんですが、これはハイハット開けつつ、こうジャンドンジャンドンジャンドンジャジャンダンドンジャンドンって聞き方が弾くので、このタタンのところの、ここのバスドラが釣られる人は、こう弾いてしまって、合わせてしまっても全然いいかと思いますね。で、フィルインが入ります。ダンドンというふうになってますが、このここ、このバスドラなくても、このレミオロメンのドラムはですね、非常に、この曲で勉強になるのはですね、すべてのフレーズがちゃんと16で引っ掛けてある。すべてじゃない、ほとんどのフレーズが、タントトってフレーズに対して、タン、タタントと、この、ここに16分音符が1個あって、この裏から押す感じっていうのはすごい、ちゃんと徹底して作られてるんですね。ここは非常にかっこいいですね。なので、タン、タタン、で、ここで1回目タチェットになってるので、タチェットはここからここの部分1カッコ丸々1杯までお休みなの、ドラマね。タチェットってドラマのお休みっていうことですね。なのでこのタントとで突然途切れる感じにするということですね。で、2回目はここリピートして戻ってきたら、そしたら、クラッシュして、シンプルなパターンでこうリズムを刻んでいきます。で、2回目こう戻ってきた時は、セイノで戻ってきた時はここ、ここのバスドラが、入りますね。リピートかな。戻ってきた時はこっちの3回目に取る時はこれになりますが、今この1番のここで戻ったところはこのリズムパターンです。で、ここで踏みしめて、で、ここもこのタントントントンのフレーズの手前にこう16を入れて、この16の引っ掛けが非常に大事ですね。これフレーズを頭から始めずに手前に16を引っ掛けるっていうのはすごくいい手法なので、これはぜひ真似していただけるといいかなと思います。これB メロになると、こうバスドラが1個後ろにずれるんですが、こうすることによって、でやるとバスが1個ずれたことによって3の音が抜けるので、こう1小節の大きな横揺れな感じになると。で、4小節終わったら、リズムのパターンで、こことかはもう踏みしめる感じ、ここから盛り上げるので、クラッシュをいいですね。このフレーズは1回フロアに下がってスネアに戻って、でここから下っていく、このサビに向かってですね、こう盛り上げていくときはこうクラッシュでやりながら、1小節のフィルインって結構みんな困るんですね。余ってしまうというかね。だから1回下がっててスネアに戻ってきてというのはよくやる手法なので、これも非常にいい題材としてはいいかなと思いますね。シンプルなので。で、このリズムパターン、ものすごく定番なんですが、このギターのシンガーソングライターが、作った曲で、ジャーン、ジャーン、ツカ、ジャカ、ジャン、ジャンってリズムを刻みやすいんですね。それですごくマッチしやすいので、サビになるとこれを一応、ヤマハの教本でも書いてあるんですけど、シェイクと書いてあって、僕もシェイクって言われたので覚えてますが、シェイクのリズムって言ってもなかなか通じないことが多くですね。なのでドンツドンツンタンツカドタドンタンのパターンとかっていう風に言っちゃいますが、それ言うと結構めんどくさいじゃないですか。でもシェイクって名前をつけておくと、お互いこれで分かり合えれば、シェイクのリズムパターンだよって言われたらね、シェイクはこのバスドラをいろいろいじってたりとか、いろんなフレーズを、これ嵐のブレイブの時に解説してますが、ここのバスドラの入れ、バスドラとかスネアをいろいろ入れ違えることで、いろいろ、バリエーションを作ることができます。で、ダルセイニョしますね。ダルセイニョすると、ここの
イントロのとこまで戻ります。でここの1括弧のところは1番の丸1のところはですねフィルインを、2番のフィルイン全部変わってますが全部ここに、書いておきました欄外にね。だからね、2番のとこは1回降りるけどまたスネアに戻ってこういう刺繍音って言ってあんまり良くないですが1回上がるけど下がるっていうのはね1小節のフレーズを作るときにすごく有用な手法ですね。あとはここはね、ここはあの2小節を盛り上げるところはクラッシュしてフィルインで埋めていくということですね。ここのこの音符、僕の、リズム教材では11番の音符になってるんですがこれ入れるとここ頭急譜になるのでものすごくシンコペーションするんですね。でポップスのフレーズでは非常によく使うのでこの音形もよく覚えておきましょう。でこんな感じで、2番ここまでダーッとこう、フィルインが変わってですねここのフィルインが変わってで2番はここのリズムパターンになって、2括弧入った時はここの2番やってもらってですねこれ3括弧ですね3括弧入った時はここにやってもらってで、サビの前はさっきの、欄外の方で盛り上げるとそしたらここダラララっていうところなんですがこれって頭と最後だけが合ってればいいっていうのを僕はまあセクションマニュアルで細かいこといっぱいやってますけどこれをこのままこれなんかだと初心者だとダン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 とかダン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 みたいな感じで合わせても全然構わないと思うんですがわざとこう16の裏に入ってますとこの歌ったとドドドはですねこれあの、ミスチルのドラムも定番で使うんですが歌ったとドド左右左右左右と降りていきます。これすることによってすごくこう階段を降りていくみたいね。だからドッタトトトトトよりもドッタトトトトの方がこうなんていう前進感があるというか裏から全部タム移動してるのでこれはすごくあの小林武さんのアレンジの時はいつもみんなこれでドラム叩くのでなんか指導があるのですかね。でここはダダダダダダダこの後半のところですね。この音形の時にこれで合わせるの多いです。このね、うったんたんっていうのも多くて、うたんたんで、ここのさっきの11番の音符のところは非常によくできてますね。で、ここ、ちょっと書いてると見た感じ難しく見えますが、シェイクをそのまま。こうやってやってるだけですね。で、というふうに伸ばしてますね。であとここ粉雪これ、C ドロップ要はサビドロップって言ってですねサビの部分なんだけどこう盛り上がるとこなんだけどバンドが抜けてしまって途中から入ってくるってよく言うある手法なんですがこのサビのタチェットですねこれを C ドロップって僕たちは呼んでドロップの部分ねみたいな一回ずつ落としておいてガッて上げるみたいなね。でダー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 ここから6連符結構対応します。このテンポだと6連符すごくハマるんですね。で6連符は2つずつで降りてきます、ね、でここのシェイクでリズムパターンで盛り上げてここはこの左から左からになります手順はね。ここは別にでも、盛り上げるんだったら別にこうジャン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 とこうみんながこう四分音符でアクセントつけてるのでまあ別に頭打ちなんかでやっても6連符難しい人はそんな感じでもいいしもう最悪ですねこれは盛り上がるんですね。でここの C 戻ったところですがこれ6連符できた時にこのよくやるんですがこの勢いを2拍目のクラッシュのところまで持っていく。という具合にですね、ここのドンってここに頭に下ろすんじゃなくて、このままドンと。
こまで勢いを持ってってこう流れを作るっていうのサビの繰り返しの時によくやる手法ですね。でまあ最後は、で、まあ最後ずっと盛り上げて、ラララララララのところのこの伸ばすところに合わせてフィルインを入れて3拍目の表で伸ばして投げて終わるということですね。これ3拍で投げるのねっていうふうに僕らもよく聞いたりしますが、こういう手法ですね。非常にあの小林武さんのアレンジってものすごくこういうドラムのやり方とかもすごい理にかなっててですね、非常に面白い、アレンジだと思います。以上でございますが、譜面の方はですねメルマガの登録の方はダウンロードできるようにしておきますので、まだ登録まだの方は、ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。季節からかかってると思いますので、レミオロメンの粉焼き、ぜひ練習してみてください。今日は、以上になります。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。